今日ってきた460スミス&ウェッソンの、中心がピントが合わないな。どうしたら合うかな。明るすぎる。難しいですね。まあ要するにおすすがたまっとり終わります。これがすすならいいんだけどね。ちょっと操縦してすすか、それともパウダーコートのパウダーのっていうか樹脂かどうかを調べてみよう。重心もこんな感じで別に樹脂の付着はありませんでした。打った球はカスール454カスールで、リトルガン31グレイン300グレインの球でした。まあ、ほとんど一番パワーの率で打ったけれども、だいたい1600フィートセカンドぐらいで飛んでるけれども、その熱じゃそんなに溶けないんだね、樹脂が。でも打ってる途中ってか打ってそうね、連続で5発打ったら結構樹脂の臭い匂いがしました。最終的にブレークフリーを使って、オイルを塗ってやるとこんな感じ。よく見えないな、やっぱり。なかなかビデオ撮りは難しいですね。光が強すぎるか。こんな感じ。ポリマーコーティング成功です。